皆さんこんにちは。セイキンゲームズマインクラフトへようこそ。今回から練習編パート3ですね。パート2までで本当にコメントたくさんいただきましてありがとうございます。あのね、本当知らないことばかりでめちゃめちゃ勉強になりますね。一つ一つがノートにね、いろいろ書いて、勉強してます。で、これ見ながらこう進めていこうかなと思ってるんですね。で、まあこれからのテーマなんですけれど、とりあえずね、もっと洞窟行く前に石の武器とか石の素材をたくさん集めて、クワとかシャベルとかも全部作って、それから松明ですね、松明ももっと増やしたい。あとはお肉ですね、こうスタミナを回復するためのお肉もなんか生で食べるよりも焼いて食べた方がこう回復度が高いということで、たくさん集めてもらって、あ、奥さんにね、集めてもらって、僕が焼こうかな、バーベキューでもしようかなと思ってますね。あとは肉以外にこう回復する方法として、こう自給自足になるべくしていきたいなと思って、まあそのためにはやっぱりこう畑を作って自分たちでね、食料を育てていきたいなと思うんですよ。例えば小麦でパンを作ったりとか。では早速やりたいと思うんですけれど、せっかくね2人いるので、まあ分担しようかなと思います。僕がじゃあ家でなんかこう石とかちょっとね、あのね、この家の中にですね、石があるな、ほら、ここに石が結構あるので、ちょっとここ集めていろいろねやりたいなと思います。で、奥さんはですね、山へ芝刈りってわけじゃないんですけど、ちょっと狩りに行ってもらいます。狩りに行ってくれるということなので、あ、もう出かけていくからね、気をつけて行ってらっしゃい。僕はちょっといろいろこの辺で石掘ります。逆やろってやつですけどね、まあすいませんが、その方が意外と合ってるみたいでね、やります。ちょっとこの辺石掘ってね、とりあえず進めますよ。これ家どこまで掘れるんだろうな、なんかゾンビとか出てこないですよね、掘って、掘った穴からゾンビは出てこないよね。やべ、ゾンビの声がしてる。このすぐ近くっていうか、家の裏にはゾンビが、あれ、なんかね、ポンさんの方に、あれ、オオカミかな？オオカミだよね。ああ、オオカミがいましたね。オオカミかわいいね。ちょっと僕も一瞬オオカミ見に行こうかな。どこ？ちょっと趣旨が早速ずれますが、ちょっとオオカミいるっていうから。家出てどっち？すぐ。あ、いた。あ、そうか。骨を持ってるから。骨を持ってるから懐いてきてんの？もう面白い。なんかさ、ほら、ヒカキンがやってたよね、こうハートにしてたよね、ヒュッてやって骨を与えた。あれ逃げてったよ。骨まだある？骨ない。おーい、オオカミ、あららら、あ、落ちた、あれあ、僕確かちょっと見張ってて、オオカミ、僕ね、確か家にオオカミじゃなくて、あの骨があったんで、確かこのチェストの中に骨がないね骨がないわ。あいつが、あの、スケさん倒さないとダメなんです、スケルトン。ね。でも、逃げやしないんだね。かわいいね。狼かわいすぎでしょ、これ。お、懐いてんじゃないの？え、なんも持ってないけど懐くことってあるんですか、これ。なにこれ、かわいいな。家で飼いたいね、これ、狼ね。なんか、かわいいな、狼。犬の声してるけど、これ狼の声。あれ、落ちてった。あ、ね、ここあれなんですよ。やべ、家の前に落ちた。あ、でも結構自由に動いていくんだね。あ、やけどしないように気をつけて。あららら、あれあれ大丈夫？なんかはまってるけど、あれ、狼じゃ大丈夫？おい、ほい、大丈夫かい？ちょっと家に入れちゃおうか。ほい、行け。ほい、入った。捕まえた。オオカミ捕まえたよ。おい、どう？よしよし、なんて名前にしようか。あ、これちょっと懐いてないんだね、多分ね、まだ野生なんですね、多分。ほら、骨をやんないとダメなんだ。うん、ちょっとさ、ほら、ポンさん、なんかあのスケさん倒してこう、あの骨を持ってきてほしいな。スケルトンいる？外に。あ、まだオオカミいるの？骨さえ取れば別にね、いっぱい連れてこれるよね。これだって懐いてない状態で入ったからね、家に。いやー、たまたまなんかありがたい収穫です。ちょっと野生の狼なんです、捕獲。いや、僕のベッドの上でね
まあいいや、とりあえず作業しましょう。作業します。石を掘ろう。よし、すいません、話がずれましたが、狼は何、餌やんなくていいのかな。腐った肉あげればいいの。コメントに書いちゃったけど。嘘、え、狼って腐った肉でいいんですか。そんなかわいそうなことある。いい肉はダメなのかな。あー、来た。ほら、狼やっぱ暗いとこは好きかもしれないね。下の方に降りてきたよ。あ、狼の部屋を作りたいね、家の中に。家の中はダメ。みんな普通は狼って何、あの牧場みたいっていうか、外に飼うのかな普通ね。なんか僕なんかこう家で飼いたいんですけど、家の中で。あれ、なんかもしかしてひどいところに落ちた。ちょっと待てよ。ですね、ポンさんちょっとだいぶ深い穴に落ちたようで、戻ってこれそう。あ、でもそうだ、土があればボンボン積み上げていけば出れるか。ただ夜になるとほらゾンビとか出てくるかもしれないから、早めに、っていうか助けに行きますかこれ。よし、狼よ。ちょっとまだ名もなき狼、ちょっと出たがってんだ。あ、ちょっと待ってろよ、今出さないで。ちょっと、ふい、ごめんね。ほい、よし。で、家のどっち側、わかんない、方向音痴だからね。困っちゃったら、もう夜なんだけど、ちょっと奥さん探していきますか、ポンさんね。やられてる。ですね、奥さんを発見しました。一回もうね、スケルトンにやられてゲームオーバーになりまして、多分どっかの洞窟でやられたっぽいんですけど、全てのアイテムをなくして帰ってきました。で、どこの洞窟で落ちたかもう分かんないということなので、もうしょうがないよね、それに関してはね。まあもう一回取りに行くリスクもあるので、アイテムもったいないけど、まあもう一回集めましょう。まあそう落ち込むな。よし、はい、じゃあまあまあ行きましょう。はい、とりあえず一旦家に帰ろう。あ、家の前に牛が来てる。ああ、戻るの早いな。戻るの早い。でとりあえず、あ、ま、で、これさ、入るとき気をつけて。狼いるから。パッとやったらすぐ入って。うん、はい、入って。はい、そしてすぐ閉める。はい。狼いないよ。え、なんで狼いなくなってんの？あれ？逃げた？え、なんで狼とかで逃げるんですか、勝手に。もしかして懐いて、あー、びっくりした。牛か、牛が跳ねてる。餌あげなかったから逃げたんじゃない。そうか、あれ村人いたんじゃない。いったー、なにこれ。あれ、あー、え、村人の攻撃してきてんだけど、どういうこと。なんかおかしい。あれ、なんで怒ってんの村人。なんであいつ、え、しかも村人じゃないんじゃないの。なんかちょっとやばい、なんか毒みたいになってるんですけど、あれ視点がおかしい。あー、視点、あー、やばい、痛い。なにこいつ。いやー、やばい。ちょっと待って、強い。ちょっと、はっ、なんですかこれ。ちょっと待って、やめて。あー、やばい、ちょっと、閉めろ。え、あれ、なんだこいつ。あー、なにこれ。なんなのあいつ。体勢おかしいけどさ、あ、これしゃがんでんのか、これなんなのこれ。なんかなってますよこれ。ほら、あれ村人なのかな、何あれ。ちょっと、もはや僕の知識にはないやつが出てきましたが、とりあえず寝ることにしましょう。寝よう。寝たらこれハート回復するんだっけ。あ、寝てもハートは回復しないんだよ。でももう昼になれば敵はいなくなるでしょう、きっと。って言うとすぐ出かけていくからね。で、どうする、じゃあ。うわー、危ない。あ、敵、ほら、あいつ、ほら、こいつだ。なにこいつ、魔女だったな、こいつ。なんなの、こいつ、魔女。おーらあ、これ毒みたいなポーションを投げていくんだ。でもほら、手に入れたんじゃない、ポーションを。魔法の力を手に入れました。また新しいの出てきたよ。ちょっと知識にありませんよこれ。調べないと分かんないんだけど。え、火薬って書いてある。とりあえずなんか手に入れたから OK としましょう。
ということで、ね、じゃあさっきの続きで、作戦は変えずに、奥さんはいろいろ狩りに行って取ってきてもらって、僕はですね、なんか作ろうかいろいろ。はい、家の中をね、ちょっと変えましたよ。あの、これ地下の方にほら、ちょっと地下室っぽくなったんですけど、別に地下室作るつもりじゃなかったんですけど、あの、石を取るために家の裏を掘ってたんですよ。そしたらなんかゾンビの声が、あ、ゾンビの真似うまいって言われたんですけど、どうですかあの、ゾンビの声がしたんで、こうやってね、松明をいっぱいつけたら、声がしなくなりました。うん。で、あとはね、そうですね。あとは配置、こっちの方にチェストとか置いてた、あれ？これは？あ！これ、あれ？石炭？これ今取ったの何これ？石炭じゃないの？ああ、え、これ石炭ですよね。石炭あったんだけど、あの、チェスト置いてた場所に石炭がありました。そう、チェストとかの位置をずらしたんですよ、そういえば。で、ほら、そうそう、あっちの方にずらしてチェストも大きくして、で、一個隙間が空いたんでこれ花を植えたんですけどなんか花とか植えたいじゃないですかね、観葉植物が欲しいなと思って花を植えて、こういう感じにしたら今ちょうどね、石炭家のとこにあるやんって話になってきましたね。これちょっと掘ろう。じゃあそしたら、ただこの辺ゾンビの声してるから恐ろしいんだけど気をつけないとね。お、しかも微妙にあるし、なんと家の中で石炭が取れると嬉しいな、これ。ラッキー、ほほほ、まあまああるやん、いい家だな。ああ、ありがたい、ありがたい。ああ、感謝、感激、ありがとうございます、本当に。嬉しい、嬉しい。なんか家からこう行けるって嬉しいね。家からどこにもつなげていきたいね。あ、こんなもんかな。あ、ここぐらいまでですね、おそらく。うん、なくなっちゃった。暗いとね、よくないですからね。タイマー適当にちょっとつけといてと。いずれもっといい家にしたいけどね、ちゃんとね。まあいいや、これで、とりあえず。で、そうだ。で、あと思ったんですけど、これね、全く僕知らなくて、ガラス瓶。それから、蜘蛛の目。なんちゅうもん持ってんだ。やっぱ魔女、さっきの魔女から多分取ったんですけど、蜘蛛の、おお、帰ってきた、帰ってきた。何も言わず帰ってくるからさ、いつも。ドワーンつって。で、これなんだっけ？これは火薬。火薬、蜘蛛の目。ガラス瓶、これは一体何に使うんでしょうか。ご存知の方、ぜひアドバイスよろしくお願いします。あ、僕ももちろん調べようとは思うんですが食べてる人はいるけど、まあ自分でもね、もちろん調べたいとは思うんですが、なんかアドバイスとか、こういう風に使ったらいいよとかいうのがあればぜひ教えてください。あ、何これ、肉？あ、肉をね、取ってきてくれたみたいで、やっぱり最初はね、肉ちょっと必要ですからね、やっぱり。ありがとう。お、木も取ってきてくれた、さすが。うーわ、ほんちゃんやるね、きっと肉と、もうありがたいね食料取り行ってくれたよ。で、どう、その花についてはいいでしょ、後ろから向いて、後ろ後ろ、チェストの方、ほら、いいでしょ、うん、うん、うわー、もう出かけていく、なんて男らしいんだ。これ僕はあの、家の前でもちょっと整地しようかなと思うんですよね。なんかね、クリーパーかな、クリーパーで吹き飛んじゃったんですよね。だからこれをもうちょっと攻めて綺麗にしたいんだよねボロボロやんって話だよね。これ埋めます、埋めればいいの、土で埋めていく。これあと、あとで草が生えてくるからね。あ、狼捕まえた。狼、何、懐いた。 OK、 狼おいで。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、そして随時最新情報を更新しているセイキンのツイッター、動画概要欄にそれぞれのリンクがあります。お気軽にチャンネル登録、フォローをしてみてください。